気まぐれヴィーナス大島由香、尊敬する先輩との残り少ない対戦となる。ラストということですごい気持ちが入った時されると思うので、まあ、そこで私もまずは気持ちで負けないように投げたいなってというふうにポジティブに変換できるようにあえてきてきました。公式戦での実績を胸に P リーグでも勝利を重ねたい。1回戦 F グループ姫路うらら森早苗大島優香3人の戦いです。放送席は矢野金太プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ僕ら P リーグファンにとってみるとあと残すところ卒業まで残り4戦ですね。そうですよ、はい、その姫路うららの1投目から見ていきましょう。どうだ、薄めから9本です。前大会で、はい、まあ、1回戦勝ち上がったものの、うん、1回戦も準決勝も姫路としてはそこまで納得したゲームではなかったということで、はい、まあ、決勝でね、ずっと寺下のプレー見てて寺下が250を打って、うん、ああこうやって攻めるのかってね、うん、ちょっと自分なりに答えをこう見つけてきたのかなというところで今日どんな攻め方をするのかすごく興味ありますね。そうですね、森早苗がストライクを持ってきました。姫路2投目になります。きちんとマネジメントを施して正面から。今日は姫路うらら公式戦 V25 を記念した T シャツでこれです。大島由香です。どうだ、最後きちんと1番2番に吸い込まれていったように見えたんですが最後もう一押しプッシュが足りなかったか、うん、大島9本です。2投目に向かいます。きちんと払っていきました。まあ、ちょっと大島も事前情報ですが腰の部分にちょっと、そうですね、腰に、まあ、ちょっと巻いてプレーという形で大変だと思いますが、はい、まあ、頑張ってほしいですね。姫路は9本スペアから第2フレームです。さあどうだ、ちょっと厚めか、ストライク。もう冒頭にも申し上げましたが姫路うららを中心に森が大島がどうそこにストップをかけるかというところなんでしょうけれどもね。はい、まさしくその通りで、そしてなおかつワイルドカードのスコアを上回って2位であればっていう。森さなえの第2フレーム、来ないかという表情の森さなえ、まあ、これまでのスコアを見ると森もそれから姫路も大胆な推測をすると210ぐらいは超えてきそうな気はしますけれどもね。そうですね、今の姫路の2フレームのストライクを見るといきそうかなという感じですね。大島です。どうだ、倒れろ。そうですね、伊蔵さん、はい、大島の腰の怪我なんですが、はい、収録の5日前に発症したそうです。現在も鈍い痛みがあって練習のしすぎが原因だそうです。しかし練習してきたことを自信にして、頑張りますと試合前力強く話していました。まあ、とにかくアスリートはね、怪我とはもう背中合わせですし、まさしくそうですね。森さなえの2投目になります。10番ピをマークします。これは一度ガダーに落ちましたんで、はい、スピアにはなりません。この後ゲームは大激戦。姫路、森、大島の対戦となった1回戦 F グループ第3フレームの森は、いけ、ストライク。ここでこのゲーム2つ目のストライク。姫路、大島は共にスペアとしゲームは第4フレームへ。中目をまっすぐ投げるというのが最終的に前大会で寺下が取った作戦だったんですよね。狙い通りです。どうだ、
まあ、その辺を、ね、決勝を見ながら言っていて、今回その通りのラインを攻めてるんですよね、はいはい、であそこを投げるために表面は光ってるボールを投げながら中のラインをまっすぐ投げるという、すごく楽しみですね。なるほど。結果がさあ、森早苗は1フレ3フレストライク迎えて第4フレームです。完璧なストライクは先ほどの第3フレームでした。どうだどうだ、ストライク。さあこれで、2つ左右のレーンでストライクを出しました、うん、一歩リードしましたね。さあ森がお話のように第3第4フレーム左右両方のレーンでストライク、そこにストップをかけることができるか大島由香。どうだ、ストライク。姫路の右側のレーンがちょっと注目ですね。これを決めきることができるかどうか。どうだ、外に出した。オッケー、倒せ。やあ、嬉しい。痛みに沿ってまっすぐ投げるという、そのラインで、ポケットつけるボールを選ぶというところが、うん、作戦ですね。でそれがうまくいって、本人の中では納得して、プレーできているという状況です。なるほど。森早苗ストライク、はい、森もすごくいいライン、いい攻め方をしてますね。こうなると大島はもうストライク続けていくしかありませんので、このフレーム注目ですね。どうだ、こっから戻ってきます。少しスピードを落としながら、大きく入射角を取ろうとしている感じですね。よし、この後三つどもえバトル。1回戦 F グループは5フレまで終え、ターキーを決めた森がトップ、それをワンマーク差で姫路、さらに大島が追う展開で、ゲームは第6フレーム。さあ第6フレーム、姫路うらら、あ、引っ張った、打ちミスった、今のは打ちミスったと言って、左側にね、思ったラインより投げてしまった。ただ思った以上にそれが動いたので、本人もそれはびっくりするようですね。なるほど。さあその間またこれで差を広げていくのか、森早苗3つストライクを重ねています。本当に厚めで、出てしまう4ナイン、4番9番スプリットが見えましたから、うん、本人焦りましたけれども、良かったですね、1本倒れてくれてね。2投目です、第6フレーム、きちんと払っていきました。森さなえ第6フレーム2投目、よし、ここもきちんとマークします。まあですから姫路と森がいいケミストリー、そしてそこにうまく同調コントラストを合わせていけるかどうかという大島由香です。どうだ、どうかな、あーとなかった、さっきとは明らかにラインを変えましたね。少しねやっぱり立つ位置を左に押しながら外目のところに1回触れさせて投げるという感じですね、うん。さあ姫路はここは先ほどは薄めから持ってきたストライクでした。どうでしょうか、 OK、 どうだ、ストライク。これはさっきの第5フレームのストライクに比べればより姫路らしいピンアクション、はい、破壊力を見せましたね。やっぱりボーラーにとってね、投げた瞬間 OK と思ってきちんとストライクくるって気持ちいいですよね、うん。さあ森は第6フレームでストライクはついえましたが、もう1回第7フレームからリセットリスタートしたいところです。どうだ、うわこれはラッキー、いい投球でしたよ。もう本当にこれはねちょっとついてなかったということで仕方がないですね。そこは森はもうきちんと気持ちを入れ替えるでしょう。さあ大島
ここからおっといい感じ。おおやったやった、いいじゃないですか。ワイルドカードのスコアを考えると186以上で、そうですね、ワイルドカードの条件になるんですけど、はい、これ3選手とも186超えますね、うん、この感じでいくとね、内容すごくいいですからね。ここは正面からマークしていきます。この後三者譲らぬ激戦の決着。1回戦 F グループは7フレまで終え、依然森が一歩リード。それをワンマーク差で追う姫路、ここでストライクを出せばトップに追いつく注目の一投。姫路うらら第8フレーム、いけいけいけ、ストライク。はい、これで森に並びました。すごいですね、本当にもう素晴らしいストライクでした。さあ追いつかれた森、ストライクを出したいところです。これは持ってくるでしょう、当然。ストライク。もう微動だにしない姫路うらら。いいですね、この緊張感。最高の空気の中、大島由香投げますよね。はい、もう本当にいいボーリングしなきゃ勝てないっていうね、そういう中での投球です。どうだ、ストライク。やったー、よかった。もうね、あのどうっていうのは、あの本人の中では納得の投球だったから、これで倒れてくれるでしょうっていうような、そんなどうでしたよね。さあ姫路がレーンに立つとまた空気が一変します。第9フレームです。投げた、どうだ、ストライクです。いや、 やっぱりね、卒業をこう発表した姫路とこういう戦いできるっていうのはね、2人の選手も嬉しいですよ。楽しいと思います。森早苗、第9フレーム1投目です。第8フレームはストライクでした。どうだ、ちょっと集まり、ストライク。いやワクワクしますね、これね。さっきあれでストライク来なかったからどうするかっていうところは、もう一か八かちょっと一番ピンに強めに当ててやるという。そうですね、あの6フレ7フレもね、本当に惜しい9本カウントでしたからね。さあついていきたいですね、大島。さあ大島、どうだ、いけるか、ストライク。いやー、スコアが確定した7フレームで姫路159、森早苗158、ワンマークを置いて大島148、8フレ9フレがみんなストライクですからね、わからないですね、10フレ勝負ですね。さあ姫路の10フレ1投目、どうだ、いい感じだ、いけいけ、うわ、うわ、うん、微妙に薄かった、だけどな、うん、そうですね、5番ピンが残りました姫路、うん、そうか、口も一文字、5番ピン残るんだというリアクション。 P リーグ1回戦 F グループ、森早苗テンフレ1投目、どうだ、いって、いやー、これは本当に熾烈な戦いですね。最後の最後までわからないですね。大島にもチャンスができましたからね。大島自力で勝つチャンスがあります。これはすごい戦いになったぞ。5番ピンを待つ、倒しに行く姫路うらら、テンフレ2投目、 OK、 真ん中に立つ5番ピン、もう見てるだけで痺れる一本でした。姫路プロがね、はい、テンフレームの3投目ストライクであれば228で、はい、森が追いつけなくなるんですよね、はいはい、まあ、森はまずここスペア、そして姫路の3投目を待つ、うんうん、そしてあとは大島のテンフレーム、
どうする。大島は2つ持ってくるとあの1位抜けなんですよね。ここもきちんとマークします。さあスペアで姫路森がつなぎました。さあ姫路プロここねあのそれこそ9本カウントであれば、3人で227っていう可能性もあるんですよね。大丈夫、9本じゃダメ、ストライクしかない。テンフレ3投目の姫路うらら、どうだ、いったか、来い、ストライク、完璧なショットでした ねいやー完璧だった、素晴らしい。これであの準決勝進出は確定しましたね。姫路プロ1位通過になるか2位通過になるかは大島の投球にかかっているという状況です。森さなえ、テンフレ3投目、どうだ、ここは9本です。226、森さなえ、姫路が228、さあ大島です。大島はまずここでストライクを持ってくることが条件ですね。ここは絶対ストライクを出さなければなりません。どうだ、どう、7番ピンがそびえ立つまま、うーん、このゲームで1回戦敗退、次戦欠場はちょっとかわいそうです ねいいボーリングをしていただけに、いや結果姫路うららは1位抜けで準決勝、そしてワイルドカードで森さなえが上がるという結果になりました。姫路が接戦を制し2大会連続の準決勝進出、スコア226の森がワイルドカードを獲得した。この結果ポイントを6に伸ばした姫路が5位に浮上、1ポイントを獲得した森は今大会ここからさらなるジャンプアップなるか。ビビらないってことですかね。あ、もうないかもしれないって思った時ほど逆に力が抜けてうまい投球ができてコース取れたんで、もっと思いっきりダメだったらしょうがないって思えるような投球をもっと早くからできたらいいなって思います。かなりちゃんとイメージ通りに投げれたなっていう感じですね。はい、Pリーグのこの舞台に立って投げれることへの感謝とか、まあ、喜びを感じながら、はい、投げたいなと、そして、ね、結果的にそれが勝利につながれば本当にいいなと思います。3投目ストライクなら勝ち抜けが決定っていうのを分かっていながらストライクが出せたっていうのは自信になりました。気を緩めることなく次の勝ち上がりも必須と今一度イメージし直して挑戦していきます。漂う P リーグ第14シーズン第2戦、1回戦 D グループは前回大会2位の大石直が登場。対するはシックスショットをつけた時の森さなえと川崎優衣、ストライク連発のハイレベルな戦いとなったこのゲーム、勝ち上がるのは果たして誰になるのか。大会を1シーズンとし、そのシーズンの成績上位3名でチャンピオン決定戦を行い、シーズン女王が決まります。上位3名を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。そしてシーズン女王に贈られるのは賞金100万円。ポイントランキングトップは小林愛美、下位からでもジャンプアップ可能な第2戦、ここからどう変動していくのか。
今大会も18名のトーナメント戦、1回戦は6つのグループを各3名で戦い、トップが立ち上がり、最下位の選手は次回出場停止となります。続く準決勝も3名で戦い、トップが立ち上がり、そして準決勝で2位になった2名のうち、河野隆也選手が敗者復活、そのワイルドカードの選手を含めた3名で決勝を争います。各大会の優勝賞金は30万円、そしてパーフェクトを出した選手には賞金300万円が贈られます。1回戦 C グループは名和が4大会ぶりの準決勝進出、寺下は次回出場停止となった。続いては1回戦 B グループ、戦うのはこの3名。パーフェクトの勢いに乗り、初戦突破なるか。かわいいポップガール川崎優衣、両足さえいけないパターンなんです。 P リーグデビューからおよそ3年半、前シーズン第3戦で初優勝を成し遂げた川崎、チャンピオン決定戦にも初出場を果たした。最初にポイント取っておかないとどんどん苦しくなっちゃうので、前回大会決勝進出を果たし2位となった大石、現在9ポイントでランキング2位。このまましっかりポイント取れるように頑張ります。お願いします。Pリーグ第14シーズン第2戦、通算83戦、1回戦 D グループの戦いです。解説は丸山隆プロです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回82戦の準優勝者大石直、そして第12シーズンのチャンピオンの森さなえ、そして第13シーズンチャンピオン戦3位の川崎優衣と、実力ある3人の戦いとなりました。さあ、そして丸山さん、この3人ともですね、この手首につけられない、こちらは3人とも不安だという戦いになったんです ね、 この D グループ、トップバッター大石は特に不安みたいですね。今日は8個ボール持ってきてますね。なるほど。さあ、第1フレーム、うわ、ストライク、ストライクスタート。ラッキーラッキーと言っています。そうですね、本人はストライク来ないと思ってましたからね。はい、ナイスボール。対策は少しずつしていたんですがという森ですが、さあ、森さなえの第1フレーム、うわ、こちらもストライク。本人もよしと、ラッキーといった表情を見せました、森。さあ、そしてこちら川崎です。前々回81戦の優勝者です。そして第13シーズンチャンピオン戦にも出ました、この川崎。反対に行った。うーん、3本残った。完全に投球ミスしましたね。今の1投目のような打ちミスって言うんですけどね、はい、左側に落とさないようにうまく投げてほしいですね。なるほど。お、真ん中から行った。はい、スペアです。スペアです。さあ、第2フレームに入ります。大石直、初のリスタイなしでの試合、不安が大きいと話していた大石です。うん、ちょっと手首おかしかったです。ラッキー、ポケットに入りました。ストライク、連続ストライクです。大石、森さなえ、いけ。さあ、森も連続ストライク。川崎優衣、ストライク、いいですね。ストライク、良いボール。この後もストライク連発。ちょっと柔らかくなりましたね。丁寧に投げた。ストライク、うわ、ストライク。
石、森、川崎の対戦となった1回戦 B グループは大石と森がダブルスタートを決める締まった展開。ゲームは第3フレームへ。こい、うわー、3連続、おー、やりました。大石ナイスクオリティスタートですね。素晴らしい。今までの球質や投げることができるかなとも話していたんですが、それぞれのプレイヤー自身の中では球質が変わってきているというのは自分の中で理解してますから、攻め方も変わってると思いますけどね。はい、さあ森も力強く投げた。おお、来た、3連続、森もやりました。いいスタートを切っています。藤井さん、はい、森ですが、はい、リスタイはプロになる時からつけているので、素手投球、こちらも一から楽しみたいと、試合前に前向きに話していました。なるほど、前向きですね。ポジティブに捉えています。川崎はストライクの後の薄く当てて、うーん、7本でした。ちょっとこちらのレーンがうまくいってない感じもありますが、川崎優衣3本残っています。見事なスペア、戦の優勝者、前々回優勝しました P リーグ川崎。ここからですね。試合は第4フレームに入ります。すべてストライクできている大石、第4フレーム、うわー、こちらもストライク、いいボーリングが続いています。ピンピンタップする中、要素が見えにくくなってますよね。綺麗なストライクですね。森もいいボール投げてますけど、大石もいいボール投げてますね。さあその森です。こちらも全てストライクできています。第4フレーム、いけ、どうだ、ゆっと気合が入ったか、9本。森はここで止まりました。さあここから追い上げていきたい川崎。先ほどこちらのレーンはストライクを出しています。まあ、引っ張って、うわ、ちょっと真ん中いった、なんとか7番倒れてくれた。藤井さん、はい、川崎ですが、練習ボールの時に話を聞いたんですが、力が入ってしまって、素手での投球では指の痛みを感じましたと話していました。そうですか。いや、丸山さん、何でもこのボールの食い込みが違うんですよねって話してたんですが、もちろんそうですね。はい、ボールをしっかりとこう持てない状況でいくと、このようにうわーっと、また打ちミスですよね。オープンフレームにしてしまいました。ちょっと川崎今日はややボールが定まっていない印象。さあそんな中多いし、全てストライク4つ重ねています。さあ5つ目はちょっと柔らかく投げましたね。丁寧に投げた、ストライク、ラッキー、うわ、5連続、ラッキーですね。うわ、前半全てストライク、素晴らしい。うわ、スコアが伸びます。5つつきました。高スコアが期待できます。多いし、さあ森もなんといってもノーミスできています。ここからまたストライクを重ねていくことができるか、森さなえ。お、力強く投げた、うわ、ストライク、素晴らしいストライクでした。森、気持ちも乗っています。非常にフィジカルなトレーニングも好きなので、ボーリング以外のいろんな体力トレーニングをしながら手首の強化もかなりしてきてますね。さあ川崎はここからストライクが欲しい。うわ、ストライク、やりました。激闘の行方は果たして。1回戦 D グループは5フレまで終え、パーフェクトペースの大石がトップ、それを2マークされ森、さらに川崎が追う展開で、ゲームは第6フレーム。あーっと、ここで止まった。会場からはあーという声が聞こえました。第6フレーム止まりました。9本、前回は6ショットで落ちてしまったため、現在は0ポイントという森です。ストライクの後の、あ、こちらも9本だ。
も非常に調子が良さそうですね、はい、素手では投げてますけども、はい、調子良くなってる方に僕は見受けられますよ。たまに力もありますね。はい、はい、綺麗に取りました大石です。川崎はプッシャーウェイ、最初の右手をあまり外に出さないように、あ今外出ちゃいましたか。ちょっと回していった、うーんと縦に2本、ちょっと迷いが見られる。これ2本縦に並んでますから少し難しいですよ。後ろのピンまでしっかり倒してほしいですね。さあ後ろに1本ある、わあ見事です。見事にストライクを取りました川崎。素手での投球なので思い切って投げますと話していました川崎です。第7フレームに入ります。大石集中している、丁寧に投げた、うわストライク、綺麗なストライクですね。6つ目のストライク、大石調子が良さそうです。隙がないですね。前回大会準優勝に78戦でも3位と、このところ P リーグでも調子が上がってきました大石。さあ森は外側からうっと9本、さあ川崎立て直しができるかですね、そろそろちょっとラッシュしてこないと間に合わなくなりますからね。残りが少なくなってきています。あと真ん中なんとか9本倒れた。なかなかポケットを突くことができない川崎。森は天秤を狙います。全く問題ありません。森さんへノーミスで来ています。この後ハイレベルな戦いの決着、1回戦 D グループは7フレまで終え、フィフスを決めた大石が依然トップ。それを2ラン差で森、さらに川崎が追う展開でゲームの終盤第8フレーム。第8フレーム、大石。おっと、こちらはなんとか9本といったところでしょうか。本人としてもちょっとあーという声が聞かれました。止まってくれてる間に森を追いかけたいですけどね。そうですね、ちょっと2マークほどの差があります。うわまた天秤、うーん丸山さん天秤が残るんですね。工夫はいろいろしてるみたいですけども、うまくまだ実ってないですね。間に合いますか、あと残り2フレームになります。残り9、10です。はい、大石はノーミスです。ストライクこそ止まりましたがノーミスで来ています大石。きちんとマークしました。ツーマーク差で追いかけます。まあ、一桁台のカウントもね、やや大石の方がいいので。そうですね。川崎そろそろストライクが見たいが、うわ来たストライク、ちょっとラッキーストライクの面もあった。このようなストライクがよく出ますね。会心のストライクとはいかなかったようです川崎。大きなスプリットを出さないように大石はもうこれで逃げ切り体制に入りますね。逃げ切りたい大石にとっては大事な第9フレーム。大きく出した、お外側からストライク、上手ですね。いやこれは大きなストライク、素晴らしい。これだけ安定感高いとさすがに森天秤タップでちょっとね苦労してるだけに余計焦りが出ますね。振れば237までありますよ。ここはストライクが欲しい、来たストライク、まだ諦めません。
大石が今ストライクスペア、ストライクスペアと交互に来てますから、はい、このままでいきますと230台なんですね。森全部持ってくれば237までありますので勝負になりますよね。頑張ってほしいです。そうですか。川崎は全部持ってきて215で す, です頑張れ、はい、ストライク、連続ストライク、やりました、連続ストライク、やっと元気が出てきましたね、はい、笑顔が見られました。ただ残念ながらこれね、2人のミスマッチをしない限り3位というところがチラチラしてますからね。勝負の10フレームに入ります。さあ大石、逃げる大石、トップをひた走ります。大怪我だけはダメですよ。はい、あーっと9本、こちらのレーンはちょっと、これでスペアストライクで239になります。逆に8本で7になります。スペア8本で237、森全部持ってきて237になりますよね。もうよぎってますよ、頭の中ではですね、計算はしてると思います。森があくまでも全部持ってきての、ね、裏を返せばこの第1投ストライクが必須となります。頑張れ。さあどうだ、頑張れ、うわっ、きた、うわっ、きた、ストライク、望みをつないでいる、まだ諦めません。もう一つは必要ですよ。大石の表情が引き締まった。天品タップ、天品をミスってはいけません。ここまでしっかりノーミスゲーム来てますからね。天品は2回目です。さすがです、さすがの集中力。次の1投のカウントですね。9本以上で勝ちになりますね、大石。はい、8本だと同点の可能性があります。そうです、これも森が次ストライクを出せばの話です。そうです、当然プレッシャーかけたい、森ファンも祈ってるでしょう。森、ここをストライクを出せばわからないぞ。ちょっとスイング大きい、集め、うわーっと、熱かったか、ここで決まりました。220度割りですね。D グループ勝ったのは大石直です。はい、おっと最後やや乱れましたが、大石が237ピン、素晴らしいゲームでした。いいスコアが出ています。大石なお、このシーズン非常に好調な成績になってますね。225ピンと、いいスコアなんですが、この D グループ2位ということになりました。森さなえポイントを獲得しまして、4点にかけます。さあ川崎はね、最後に来てね、乗ってきましたね。215止まりですので、森にもちょっと10ピン追いつかないですよ ね, すよね。もう一歩早くエンジンかかってればというところなんですよね。14まで伸ばしましたが、残念、川崎は次回出場停止となりました。 D グループ勝ったのは大石直、237ピン、素晴らしいゲームでした。準決勝に進出しています。大石が2大会連続の初戦突破、川崎はスコア200アップながら悔しい次回出場停止となった。この結果、大石はポイントを12に伸ばしランキングトップに、森は1ポイントを獲得し最終戦に臨むこととなった。すでにしたので、すごい緊張しちゃって、投球的に全然いい投球ができなくて、後半はね、なんとなくいいとこ行ったんでよかったんですけど、まだまだですね。テンフレの2投目でもう1個ストライクを本当は持ってきたかったんですけど、やっぱりちょっと勝負どころで力が入ってしまって、それがすごくこう力が入った時に大きく嫉妬になってしまうんですよね。やっぱりそういうとこ本当に気をつけて、もう勝負どころでこそちゃんと力を抜いて柔らかく投げるっていうのを本当に課題にちゃんとしていきたいなと思います。もう終わった瞬間泣きそうになるぐらい、なんか変な緊張感でやばかったです。ひどいスコアになったらどうしようと思ってこの数ヶ月間過ごしてきたんで、よかったです。ちょっと待って。
力を徹底リサーチ。上国領萌のTリーガーファイル。今回のテーマはウェアです。話してくれるのは小林あゆみプロです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これまでベーシックなボーリングウェアが多かった小林プロ。小林さんは最近ウェアの雰囲気が変わりましたが、どうする？そうですね、ちょっとボーイッシュな方向にシフトしようかと思って、はいはい、他の人の中でも、はい、ね、やっぱり女の子っていう感じの方は多いですけど、うん、そうですね、ボーイッシュな方はいないので、はい、ちょうどいいかなと思って。私も楽だし、そうなんですね、性格がちょっと男の子っぽいので、はいはい、今日のポイントはどこですか？今日はちょっとスケートボードの選手風オリンピック種目になっているスポーツの中から、はい、ボーリングできそうなものをと思ってちょっと選んでるんですけど、帽子が飛ばないように気をつけて、はい、プライベートは普段どんな服を着られてるんですか？プライベートもあんまり変わらないんですよね。そうなんですね。ボーイッシュなこんな感じか、はい、もしくはトレーニングウェア、ジーパンにトレーニングシャツ着たりっていうのが多いですね、はい、それで結構出かけちゃいますね。どういったところに行かれますか？甘いのは好きなんでパンケーキ食べたり、はい、そうすると、はい、コソコソって行ったり結構可愛らしいところに。そうなんですよ、はい、とか、まあ、猫を見にペットショップに行ったり、そうなんですね。この人何してるんだろうみたいな感じになるけど、キャストがあってでもいいですね。そうそうそう、はい、ウェアは動きやすくかっこよく。のゲームが続く P リーグ第8シーズン第1戦、今週は1回戦 D グループと E グループの試合を一挙放送。 D グループは酒井美香、岩見綾の姫路うららの対戦、続く E グループは寺下しか、古田翔子、本間奈々美が激突。果たしてどうなる？244のハイスコアで準決勝進出。遠藤が次回出場停止となった。続く1回戦 B グループ、戦うのはこの3名。酒井、岩見、姫路の対戦となった1回戦 D グループは全員がレーンに苦しめられ、ストライクが続かない状況。第6フレームではトップを走る姫路がまさかのオープン。ゲームはその姫路と酒井を岩見がワンマン差で追う展開で第7フレームへ。さあ試合は第7フレームに入ります。ここら辺りで持ってきたいが、おっと薄かった。バランス崩しましたよ。さあそして早いテンポで投げる岩見綾乃。1番ピンに当たらず、思いのほかボールが曲がらず。危なくないように、危なくないように、危なくないように。どうでしょうか。来た、きちんとスペア。じっと我慢でトップを狙える位置にいます酒井。さあこれは難しいのが残っている。3本取りました。ストライクが出ている右側のレーン、姫路、打つかった。はい、姫路で2位酒井、4ピン差ですよ。酒井は第8フレーム、ここまでストライクがない。ちょっと薄いか。首をかしげる。ストライクが出ない。さあそして本当に速いテンポで投げます。はい、あ惜しい。7番ピンが残りました。そんな中10番ピンを狙う。
第2フレームからずっとスペアが続いている坂井。岩見にとってはやや取りづらいこの7番ピンですが見事取りました。21ピン差追いかけてますね。岩見も頑張ってほしい。問題の左側の37番で姫路です。ボールは変えない、うん、どうだ。おっと修正してきましたがワンラッキーと言っていいか。1本残りました。三者とも我慢のボーリングが続いています。この後も接戦が続く。どうだ岩見こっから回る。スライク来た。スライク、ストライク。1回戦 D グループは8フレまで終え、姫路と坂井が4ピン差のトップ争い。それを岩見が追う展開で第9フレーム。もう一波乱ありそうですね、はい、この状況を打ち破りたい。来るか。今日初めてのストライク来た。ストライク第9フレームできました。意地で持ってきましたね。さあこれを見た姫路、気合入りましたよね。姫路もその前に岩見、まだまだわずかにチャンスがある。岩見行け。どうだ、もう一本。あーっと会場からもため息。一本残った。姫路は逃げ切りたい。なんといっても勝負強い姫路。ここはどうだ。倒せ倒せ倒せ。揺れる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 。あー残った。日本の一本。3ピン差、3ピン差。この一本は大きな一本かも。プレーに期待を込めてますね。1位と20ピン差。オッケー。さあ接戦接戦。運命のテンプレでしょうね。コンディションがいい時での戦いはもちろんいいんですけども、はい、こういうコンディションが非常にいい、自分自身のコンディションを含めて厳しい時にどういう戦いを見せてくれるか。ストライクが来れば逆転。ここでのストライクは大きいぞ。あーと割れた。なんてことだ。スプリット3、6、7、10です。でも取れないことはない。なんてことだ。このゲームで一番カウントが悪いのがテンフレできた。さあどうだ岩見こっから曲がる。ストライク。したよ。奇跡起こせるか。坂井ここでオープンフレームにしますと160点台になります。岩見は追いかけます。ここは集中した。うまく出した。もう一回飛ぶか。飛んできた。坂井に見事なスペア。このスペア大きい。大先金ですね。岩見も、もう一個ストライクが欲しい。ここから曲がる。あっと、あっと、痛恨の7番10番。岩見でも検討しました。ストライクで終わりたいですよね。178になりますね、はい、少しでも姫路にプレッシャーを。戻れ、もっと戻れ、もっと戻れ。おっと9本、最後は9本。これで177で坂井は終えています。177。ここは1本。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、残念ながら、まあ、160ピンでした。決して普段の姫路でしたら問題のない点フレームになるんですけども、もうとにかく苦しんでいるこの左側の37番レーンでの投球です。今日は7本スペア、9本スペア、7本1本、9本スペア。ストライクはもちろんありません。何が起きるかはまだ分かりません。1投目来てくれ。真ん中いった。うっとカウント悪い。現在
急フレでは酒井と並びましたよ、並びましたね。現在の点数で姫路165ですから2位は確保しました、はい、問題は1位です。6フレームの時に同じ3本でしたね。同じ3本でしたね。悩んでますけども1本しか取れませんでした。これは嫌なプレッシャーがかかるスペア取りになった。危ない、取った、取った、ギリ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 でした。さあストライクなら姫路、ストライクなら姫路、9本なら同点、9本なら同点、プレーオフ8本以下なら堺の勝ちとなります。しかも1投目のカウント、今までこのレーン7か9です。ストライクは出し切れてません。しかしこの1投自力で勝てます。全て倒せば勝てます。8本以下なら負けます。どうだ、投げた、きた、177ピン同点。堺と姫路が同スコアのためトップ通過を決める一等勝負のワンショットプレーオフが行われた。姫路の一等、ストライク出やすいはずです。ストライク10ピン、まずはストライク10ピン。これは堺に大きなプレッシャー。堺はこの勝負を続けるためにはストライクを出すしかありません。さあストライクを出さなければ2位となります。どうだ、ストライク、続いた、そうです、まだまだ続きます、勝負は続きます。姫路も分かっていました。姫路もまだまだ臨戦態勢。ここが勝負の場となった。こういう時の姫路は強いですよ。最初に投げるのは姫路だが、姫路らしくない、6本、うわこれは姫路が1番ピンに当たらない。姫路にとっては痛恨の6ピン。でも先ほど酒井も同じく10フレーム1投目6本でしたからね、このレーンでですね。さあ酒井勝利を決めることができるか、いった、8本、堺の勝利、ワンショットプレーオフ、堺が勝利を抑えました。これで準決勝進出は堺美香です。ありがとうございました。ワンショットプレーオフを制した堺が準決勝進出、石見が次回出場停止となった。リリースが甘くて甘かったりだとか、球速が落ちてしまったり そのメンタルの問題でのやっぱり嫉妬が後半に響いちゃったんですね。いつもの投球ができないのがやっぱり一番悔しいです。誰より頑張ってるつもりなんで悔しいです。結果を残せない頑張りは頑張りではないので、私が毎日頑張っていると思っている日々をもう一回見直して結果を出せる頑張りに変えたいと思います。ワンショットまで持っていけてよかったです。せっかく突破できたので、決勝までいけるように頑張ります。1回戦 E グループは寺下、古田、本間の対戦。トップは寺下千佳です。よっしゃ、ストライク、最後に10番ピンを倒していきました。寺下らしいストライクで滑り出し、はい、いいストライクでしたね。古田翔子素手でナチュラルな投法を見せます。よっしゃ、ストライク、この古田と、これから投げる本間、はい、1年ぶりの復帰なんですよね。2シーズンほどお休みをして戻ってまいりましたからね。どんなボーリングをしてくれるのかものすごく楽しみですね。200アップで1回戦を突破したいという、そういった、よっしゃ、ストライク、笑顔がこぼれました。水野さん、はい、その本間なんですが1年ぶりボーリングを始めて3年でプロになったので、はい、この1年間の間の成長を見てほしい話と思いました。なるほど。寺下レーンを左側に変えて第2フレームです。どうだ、よっしゃ、ストライク、
3人とも練習ボールではちょっとボール選択あるいは戦略にちょっと苦労してるかなっていう表情はありましたけれども、まずまずというか上々の滑り出し。ちょっとどうだ、分かってよっしゃ、ストライク。これは自分の思ったところよりもちょっと外にボールが、はい、バランスを右に崩してその分ボールが右へ出たんですけれども、まあ、スピードが遅くなったこともあってボールが戻ってきてポケットまで届いてくれましたね。さあ本間です、ここから曲がっていく、ここは10番ピンが残りました。ここは10番ピンをマークしておきました。本間頼みです。しっかりとボールをプッシュアウェイできるかどうか。照らした、出したぞ、よーし、まあ、しっかりボールをプッシュアウェイ押し出すということは、あのプッシュアウェイを出すことによってこう自分のバランスが保てるというそういうボーリングをしていますよね。なるほど、古田はバックスインからフォロースルーが手が内に回ってしまうということで、あっと村に行った。本場です、どうだ、熱い。古田翔子、さあこれはテイク2です。この後も目が離せない展開が続く。テラスタ、古田、本間の対戦となった1回戦 E グループ。ターキースタートのテラスタは4フレでストップするも6フレで再びストライク。古田は2回のオープンで苦しい展開、本間は4フレ以降マークを続け、ゲームはトップを走るテラスタの第7フレーム終盤に向かっていきます。どうだ、よーし、ナイスポッケー。今本当にこう若手がどんどん出てきてるんですけれども、はい、その若手の中でも照らしたというのはもうトップリーダー、まあ、これからで、ね、ボーリング界を背負っていくんじゃないかなというような、そういうレベルですね。古田翔子です、うん、これもだ、やっぱり手が回ってしまいますね。このように1回ちょっとお休みを、ね、はい、した P リーガーというのはこう P リーガーとして選ばれることよりも、うん、P リーガーで居続けることの難しさというのを、ね、知っていると思いますからね、逆にそれがまたこうかける思いが、うん、今空回りになってますよね。さあ本間は難しい5本を残していますよ。当然狙いに行きますが、あっと3本ここでまたオープンを期してしまう本間成美。照らした第8フレームです。盤石のボーリング。さあここからよー、完璧なリリースですね。綺麗なリリースですね。今のピンマイクで、はい、まあ、ボールがリリースというかレーンに落ちた段階で行けという言葉を拾いますから、もう間違いなく狙ったところにボールを落としているということですよね、はい、これは大きな、また2本が残った。ちょっと古田に関して言うと、あのアンラッキー的なねピンアクションっていうのも、見えますけどね、はい、本間成美、さあここでリスタート切れるかどうか。うーん、10番ピンが残ります。
古田と本間同じようなボーリングで苦労はしていますが、アドバイスを送るとするとどういうことになりますか。惜しい。そうですね、まあ、1年ぶりにもらったチャンスなんでね、はい、この後第2戦第3戦残れば投げられるわけですから、ね、はい、ぜひそれまでにきっちりと調整して、ね、悔いのないようにやってほしいですよね。本間成美10番ピアノを打ちました。まあ、この3人の中では寺下千佳が掲げたしっかりボールをプッシュアウェイする、無理のないスタイルでボーリングをしたい、それを形にそして結果に表しています。ここは10番ピンを張れない。まあ、この古田もバックスイングからフォロースルーで手が内側に回ってしまうというこの意識をどこまで、これもちょっと内かな、うん、これまた同じですよね。そういう意味では8振れは、はい、ちゃんと出せたんですよ、回らずに、はいはいはい、だけれどもちょっと出しすぎて出すぎて薄めのスプリットが残ってしまったということでね、はい、でやっぱりここでまた迷っちゃったんでしょうね。迷った結果7フレームと同じような投球になってしまったということですね。ウルター2本をマークしました。久々にこの P リーグに登場した本間です。よもやこの1回戦敗退で次節カウント7です。出場停止だけは免れたい、そんな気持ちもあるでしょう本間です。スペアですがどうだ、ちょっと最後フィニッシュバランスを崩したんですが3本マークしました。はい、これで寺下のトップ通過は間違いないでしょう、はい、勝ち上がりが見えている寺下近テンフレ1投目いいですね。よーし、ストライク。寺下が強さを発揮し準決勝進出を決めた。寺下の勝ち上がりはおよそ1年ぶり、本間が次回出場停止となった。最初いいなと思ってたんですけど、どんどん曲がらなくなった感じだったので、ちょっと後半もう少しこう照らしたプロのこう投球を冷静に見てもうちょっと判断できればよかったなと思います。手が早く内回りしちゃってたんで全部ボールが左に左に行っちゃったんですね。でそれを分かってるのにもう何ですかね、直せれない、頭がもう全然追いついていかなくて、もう反省する点はいっぱいあります。ちゃんと投げようと思って集中してて、あんなにビッグゲームになってると思ってなかったです。 B リーグの魅力と疑問を徹底調査、キュート中島咲希のちょっと気になる。今回のテーマは最近力を入れていることです。話してくれるのは森早苗プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。くまモン募金は熊本への恩返しです。第8シーズン第2戦1回戦 D グループは混戦模様の試合を制し準決勝に勝ち上がるのは、波乱は起こるのか。今大会は17名での対戦のため A グループの2人対戦以外は1回戦を3名で戦いトップが勝ち上がり、最下位の選手は次回出場停止となります。
続く準決勝も3名で戦い、トップが勝ち上がり、そして敗れた4名の中で最高スコアの選手が敗者復活、そのワイルドカードの選手を含めた3名で決勝を争います。各大会の優勝賞金は30万円、そしてパーフェクトを出した選手には賞金300万円が贈られます。1回戦 C グループは古田がおよそ2年半ぶりの準決勝進出、森が次回出場停止となった。続く1回戦 D グループ、戦うのはこの3名。ドサンコンスリート、ドサンコンスリート、テラスタッチか。1年ぶりぐらいに1回戦突破できたんで、北海道のお客さんもみんな喜んでます。前回大会およそ1年ぶりに初戦を突破、その勢いで決勝に進み3位となった寺下、上り調子の今大会ポイントとなるのは、相手よりは自分のボーリングを出し切れるように考えて今イメージして、ポイントランクも現在3位、このまま勝ち進んで久々のチャンピオン決定戦出場も狙いたい。運もあると思って、それを味方につけて頑張りたい。フレッシュサウスポー、フレッシュサウスポー、ずるい穴見。前回大会これを7番ピンのカバーミスが響き1回戦敗退となったつるい。練習の時に、小分ピンを何ゲームも投げるようになりました。と20枚目通ってたんで、今15枚目にしたんで、ラインを変えて7ピンを取るようになりました。なんかだいぶ取りやすくなりました。ミスをなくして初戦突破を狙う。キューティーアイス、キューティーアイス、安藤ひとみ。いつもポップでキュートな衣装で楽しませてくれる安藤プロ、今回のポイントは、このうさぎは前のいちゃんがあれしてくれて、なんかひとみプロに似合いそうなのいっぱい見つけましたって言って、すごい嬉しかったです。すごい嬉しかったですね。今回はこののいちゃんの優しさを胸に頑張りたいなと思ってます。後輩の思いを胸に初戦突破を目指す。Pリーグ第6シーズン第2戦、通算第65戦、1回戦 D グループの戦いの模様をお届けします。解説は丸山隆プロです。よろしくお願いいたしま す。こう鶴井照らした同期のフレッシュな2人に、はい、少し先輩の安藤、はい、若いこれからが楽しみな3人の戦いとなりましたね。とっても皆さんドキドキしてるかもしれませんね、テレビの前でね、はい、47期生同期の鶴井照らした、43期生の安藤です。さあこちらフレッシュサウスポー鶴井アナミ、第1フレーム1投目、おっと7番ピンが残った。さあそして次に投げるのが、これが同期の寺下知花、同期のアナミちゃんが頑張っていると自分もっていう気持ちになると、いい同期ですね。今日は続けて投げます、鶴井と寺下。さあ寺下は、うん、薄めだ。ちょっと今タイミング合わなかったですね。さあそして鶴井なんですが、丸山さん、この7番ピンに自分の中でテーマを持っているということで、ほう、今回7番ピンを取るときに幅を狭くしたと。まあまあボールを持って構える位置も含め、それからボールを出す出し方も直線的にしたいというところなんでしょうね。ボールを曲げるようなイメージは持たないようにということだと思いますけどもね。角度がちょっと狭まったんですね。はい、はい、その方がミスが少ないという理論でチャレンジして今投げてるんだと思うんですけどもね。それが功を奏すかどうかはちょっとまたこの一元をしっかり見てみたいですね。さあこちらは安藤、安藤ひとみ第1フレーム1投目、おっと真ん中いった、2本残りました。はい、問題ないですね、はい、さあ第1フレームは3人ともスペアスタートとなりました。この鶴屋並み右膝の状態だんだん良くなってきてますよと話してくれました、はい、かなりリハビリだとか治療をしてるんでしょうね。第2フレーム1投目、あーっと真ん中に行った、うわービッグホー、
初コンボいけませんね。一番ピンのど真ん中に当たってしまいますと、このようにね、ピンが割れてっていう表現をしますけども、分かれて残ってしまう、スペアしづらいものが残っちゃいましたね。チャンスですね。今度はしっかり投げましたが、熱いですね。波に乗ってくることができない。いつものちょっと寺下の入り方とちょっと違うように私は感じてますけどもね。どうなりますか。さあこれは日本を狙うしかないか。どうだ、飛んだがダメか。すぐに第2フレーム、オープンフレームとなってしまいました。はい、大丈夫です、はい、きちんとスペアを取りました。さあそしてこちらは安藤ひとみ、木としては鶴井照らしたより4つ上の43期生。第2フレーム、はい、これも出たが、天品が残りました。さあどう、はい、 OK、 はい、ありがとうございます。先ほどオープンフレームとしてしまった鶴井、ここから立て直していきたい。なんとまさか今度は7番10番、なんということだ、悪夢のような展開。さあ寺下はスペアスペアできて第3フレーム、薄い、何か乗り切れない。今日はおかしいですよ、リズムとバランスがちょっとずれてますからね。ちょっと表情も冴えません、はい。さあ鶴井、これはもう1本払うしかないでしょう。7番を狙った、はい、幅を狭くして7番を狙いました。連続してオープンフレーム、まさかといった展開。鶴井照らしたも3本残っている。決して優しくはないですよ。ちょっと左に出た、ピーが苦手ですからね。あ、残った。そうなんですか、これわずか3本と思っても難しいんですね。そうですね、投げ方もちょっとリズムが悪い投げ方してましたからね。寺下もオープンフレーム珍しいですよね。チャンスです安藤。さあ安藤はここまでスペアスペアできています。しっかり、あっとこれも天秤がすくっと残った。どうもストライクが来ません。さあここ10番ピン安藤は確実にスペアで、この後ゲームが動き出す。いいとこに来た、ストライク来た、ストライク来た、ストライク。釣り照らした安藤の対戦となった1回戦 D グループ、ここまで一人ノーミスを続ける安藤の第4フレーム。ボール変えましたね安藤。さあここまでノーミスの安藤、はいはい、来た、ここで初めてのストライク。鶴井照下は共にスペアとし、ゲームは第5フレームへ。第4フレームスペア、さあ第5フレームはいいとこに来た、ストライク。さあここから乗っていく、ようやく会心のボールが投げられましたね。ナイスボールでした。ちょっと落ち着きました。一番落ち着いてない心模様は照らしたですね。これまで P リーグ3位が3回、2位が1回と、なかなか優勝に手が届かない照らしたちか。はい、照らしたもボール変えました。変えて、起きた、ストライク。鶴井に続きます。さあここは続く照らした、まあ、照らした満足は言ってないですけど、とりあえず結果が出てよかったという、ほっと一息のとこでしょうね。一安心ですね。今日初めてのストライクが出ました。さあそして第4フレームストライクだった安藤、ここは安藤も続いてトップを守りたい、はい、うわーストライク。第5フレーム全員ストライク。さあ中盤3人乗ってきました。乗ってきましたね。
ここからの戦いです。さあ後半第6フレーム、安藤にとってはまあですね、2位の寺下との差が約20ピン、3位の鶴井とは30ピン離れてますからね。はい、鶴井の第6フレームきた、連続ストライク、追い上げてきましたね。鶴井が来た。さあ D グループストライクが続いています。先ほどストライクが来た寺下、ここは鶴井に続きたい。一番心模様としては安心材料を持っていない寺下、意地で持ってきてほしいですよね、ストライク。さあここで置いていかれるわけにはいかない。あー、熱いか。表情も抑えません。スイングが小さくなっているのもそうですし、ステップワーク、いわゆる足の運び方もいつもよりスピード感ないですね。思い切りですか、はい。さあこちらは2本取りに行く、おっと、ここはスペアでまとめています。寺下は1つ第3フレームでオープンフレームを作ってしまいました。さあ対してノーミスできている安藤、2連続ストライクの後の第6フレーム、もう一つ来ると大きい。かいかい、いいところにターン、なぜか一気に離したいところでしたが、まあ、後ろが追いかけてきてますからね、はい、ミスはできないですよ。ボーリングを楽しむ気持ちでやりたいと話していましたが、笑顔が見られました。この後も三者譲らぬ激戦が続く。1回戦 D グループはここまで安藤がトップ、それを2マーク差で寺下と鶴井が追う展開で第7フレーム、ここ来ないともうかなり突き放されてしまうという。2つオープンフレームがあった鶴井、ここは3連続が欲しいところ、きたーところ、きたー、3連続タギー帰って、素晴らしいですね。気持ちが乗っていました。いいボールでした。序盤のオープンフレームを立て直す3連続ストライク、鶴井。鶴井は2位に上がりましたよ。寺下現在3位になりますね。それを見た寺下、どうだ、ストライク続く、寺下も続く、なんとか持ってきました。第7フレームストライク、今日の7フレームの中で一番いいボーリングをしたかもしれませんね。後半期待したいですね。さあそして安藤、追いかけられてきましたからね、その差は詰まってきました。よし、こいこい、きたー、ストライク、安藤も続いた。いいですね、プレッシャー楽しんでますね。安藤は今日はいい表情、笑顔が見られます。さあ残すは8、9、10、まずは3連続で来ている鶴井。第8フレーム4連続、さあ終盤波に乗ってきました鶴井。安藤のところまで追いつき始めてきましたね。さあ安藤の表情が険しくなった、はい、残り4ピンぐらいの差になってきましたよ。状況は分かっている安藤、寺下も蚊帳の外にはなりたくないですね、続けたいですね。ここは勝負ポイントになりますよ寺下。ここは続けないとちょっと取り残されるか。うまく出した大事な第8フレーム、7番が、寺下は前回3位で今7ポイント持ってるんですが、3位で今回この試合を終えてしまいますと出場停止になりますからね。7ポイント持ったままこのシーズン終了になってしまうことだけは逃れたいですね。しかし今はちょっと苦しい状況、約20ピンぐらいは離されていると思いますね。鶴井が連続できただけにノーミスの安藤もその差が迫ってきました。安藤の表情にも一段と気合が乗った、大事だと分かっている、はい、なぜかのテールテンピン、これは分からなくなってきましたね丸山さん。そうですね、この左側の37レーン2回転ピン、そして次の第10フレーム目、最後のフレームもこちらのレーンで投げることが、はい、次の次に待ってますから、ものすごく不安の中で投球していきます。まあここは落とせない、ノーミスでいくしかない。はい、大丈夫でしょう。この辺りは安定しています安藤。この後
クライマックス。1回戦 D グループは8フレまで終え、安藤と鶴井がトップ並走、それを2マーク差で寺下が追う展開で終盤第9フレーム。さあ鶴井第9フレームはちょっと力入ったけど、わーっとここで止まった。5連続はならず。助かりました。安藤、安藤はここで5点差ぐらいですかね。寺下も少し助かったんですよね。まだ追いかけるのにここからだったらワンチャンスが生まれましたからね。いい球だ。おっと7番が残った。本人も首を振る。さあ鶴井ちょっと裏だったら取りました。寺下は7番ピン取りに行きます。どうも調子がつかめないか寺下。テンフレ勝負で行くしかないですね。さあそして安藤だ。2人が止まってくれているだけにストライクで10フレームを迎えたいでしょうね。力が入りますと熱くいってスプリットということもありますからね。気をつけてほしい。安藤の第9フレームは、はい、なんとここに来ての7番入番。さあバンクルアスが出てきましたよ。なんということだ。これは痛い。まず鶴井が一歩出る形になりますね。はい、これスペアがならないとなればですね、寺下も3位から抜け出すチャンスがもう一つ増えましたよね。なんとトップ走っていた安藤が10番ピン狙いながらあわよくばというところでしょうね。第9フレームはスプリットが多いなんて言われますが、寺下と安藤の差10ピン差で2位と3位という状況ですからね。10ピン差ですか。はい。さあトップに躍り出た鶴井、8ピン差リードで10フレームスタートします。前半2つのオープンフレームが嘘のように後半上げてきました。鶴井の第10フレーム1投目、はい、おっと残った。さあまだ分かんなくなりました。分
もしこれミスりますと190になりますよね。テラスタは全部パンチアウトしますと194までありますから、テラスタでもまだワンチャンスある可能性が、相手のミスマッチがありますけどもね、必要になってきますからね。そう、テラスタにとってはここは1位だろうが2位だろうがまずストライク、ストライクが必要になった。テラスタうまく転がしましたね。熱い、割れた、転がしすぎちゃいましたか。乗り切れないままこのゲームを終えるのか、照らした。ちょっと痛いピンが残った。さあ鶴井は大事だ、課題の、これは大事だな、取った、取れた、これは大きい、取りました。鶴井ストライクで201、安藤パンチアウト全部ストライクで204ですからね、カウントよくしておきたいですね。鶴井ね、寺下は狙いに行きます。もう狙うしかないです。スペアを狙いに行きます。さあ左から狙ってピンを飛ばした、惜しかった。寺下はちょっと納得できない、169ピンで終えました。ありえないスコアでしょうね、本人からすれば。次回出場停止となりました。9本重ねました。これで200ちょうど。安藤はこれはもう2連続ストライク必要になりますね。ストライクスペアまたはスペアストライクでも194止まりですから、ストライク2つが最低必要になりますね。ストライク7本以上。まさかの前回3位の7ポイント持っている寺下が次回出場停止。先ほど7点出ましたからね。さあ安藤、必ず必要となるストライクが熱いった。熱い、もう完全にビビってしまいましたね。これはミスショット。この投球でスペアストライクをしましても194度回りなので、鶴井の1位確定、準決勝進出決定しました。寺下169ですから、安藤はそれよりも上のスコアを上回ってますので2位が確定ですね。2位が確定しました。前半トップをずっとしていた安藤なんですが、惜しい試合を落としましたね。もったいないですね。後半追い上げた鶴井、後半しっかりまとめ上げましたね。さあ安藤、今日最後の最後はストライクでまとめました。ありがとうございます。1回戦 D グループの戦いは鶴井、阿南が準決勝に進出しています。後半ホースを決めた鶴井が2大会ぶりの準決勝進出、寺下が次回出場停止となった。7ポイントで現在3位の寺下だったが、ここで今シーズン終了。鶴井は上位に浮上し、安藤は2ポイントを持って最終戦に臨む。タイミングもずれてるし、ボールも違ったのかなと思って、自分のボーリングできないっていうのが一番悔しいです。フレイトフェもちょっと投げミスがひどかったんで、ちょっとあそこ勝負だと思いすぎちゃいましたね。いろいろまだゲームから教わることが多いなと思いました。フレイト目にセブンピンが残った時点で、ああもうこれ終わったって思ってたんですけど、本当にラッキーに恵まれました。まずは決勝に行ってポイントをたくさん稼ぎたいです。 Dリーグの魅力と疑問を徹底調査、キュート中島咲希のちょっと気になる。今回のテーマはコントロールを良くする方法です。話してくれるのは名和亜希プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。物静かな雰囲気だが実はおちゃめ、スピードボールが魅力の名和プロ。名和プロはコントロールには自信ありますか？全くないです。今もちろんありますって言って、それはプロですもんねって言う会社をもう決めてたんですけど、コントロール自信ないですね。あれ、はい、でもコントロールを良くするために何か練習などはされて？はい、まあ、昔からその日のボーリング場のレーンコンディションに関係なく、うん、まあ、外目のスパット、はい、5枚10枚と全部投げる場所をひたすら続けて練習はしてます。同じフォームで同じスイングでっていうことからコントロールを良くするように私は練習してるんですけど。私たちがコントロールを良くするためにやるといいよっていう練習はあったりしますか？はい、まあもうひたすら投げることですかね。なるほど、はい、でその練習通り私は
同じようにいかにこう力まず、はい、力を入れないで同じところに投げれるようにすることがコツだと思います。コントロールを良くするには練習あるのみ。熱戦が続いた P リーグシリーズ2021第4戦は尾上萌香の涙の初優勝で幕を下ろした。続く第5戦に出場するのはその尾上と決勝で戦った久保田彩香、川崎由衣。前回1回戦でグループ2位以上となり出場権を獲得した9人。さらに第4戦は出場停止となっていた6人が登場。そして長年 P リーグを牽引してきた姫路うららがいよいよ P リーガーとして最後の舞台に立つ。ずっとこの時が来るのを覚悟していたのに、それでも寂しい、いろいろな思いが込み上げて当日を迎えてしまいました。姫路うららの卒業、そして1年に及ぶ戦いの最終戦、 B リーグシリーズ2021第5戦、いよいよ開幕。試合前に行われた厳正なる抽選の結果、1回戦の組み合わせが決定。 B グループは2大会連続で準決勝進出のキムが大中、酒井と対戦。現在ポイントランキング3位の中野は C グループに入った。今シリーズで卒業の姫路は F グループで前回初優勝の尾上、サウスポー大島と対決。そして注目の A グループ、戦うのはこの3選手。ドサンコアスリート、寺地下チカ。もう波あり谷ありで、波あり谷あり、山あり谷あり。最後の投球は今シリーズ第1戦で5回目の優勝を果たした若手実力派の寺下。しかし第2戦ではグループ最下位、第3戦は出場停止と、まさに山あり谷ありのシリーズとなっている。ポイントランキングは現在6位、上位3人に入るにはここで負けてはいられない。もちろん初戦突破、1位で通過を目指しますけど、最低でもワイルドカードに入れるぐらいの点数で2位になることが目標です。シリーズチャンピオン決定戦出場へ向け、まずは初戦突破を狙う。さあ最終第5戦が始まります。丸山さん、はい、シリーズ第1戦に勝った寺下、第3戦に勝った川崎と、これはえらいことになりました。すごいメンバーが入っている A になりましたね。そうですね、はい、さあそのさあ一方の寺下の方は、さあスタートしました。ポケット、うわー、とてんぴん寺下、はい、ほうほう、はい、さあ照らしていきますが、そのドリルを変えるというのはボールの握り方が少し変わるんですね。握りが変わってくる、はい、握りすぎちゃいけない、なるほど、そして離れやすいというのもまた。小泉、照らした川崎の対戦となった1回戦 A グループ、ターキーのかかる第3フレームの川崎は、うわ、ここはストライクならずスペア。小泉、寺下もマークし、ゲームは第4フレームへ。さあ寺下、この右では先ほどストライクを取ってまして、これも来た、右の段、左の段、ボールを使い分けて、はい、頑張ってますね。違うボールでした。いいですね、はい、あらあらあら、いいですよ、相手がね、ですから順調にいけば残れるかな、そうですね、というところにいます。川崎ももう最後の最後のシリーズチャンピオン決定戦まで視野に入れての投球でしょうね。そうでしょう。寺下は初めてダブル投げました。はい、さあこれで
川崎とはほぼ、はい、同じになりましたね。同じになった、はいはい、小泉が一歩後退の部分ですね、はい、約10ピン追いかけているところです。はい、1回戦 A グループは5フレまで終え、寺下と川崎がトップ並走。それをおよそ10ピン差で小泉が追う展開で、ゲームは第6フレーム。寺下、こっちはストライクがずっと来てますが、あーとー、ここは欲しかったでしょうね。でしょうね。寺下は10番。あれ、あれ、これはいけないですね。もうホッとするのが川崎小泉ですね。でしょうね。っていう表現をいたしますけども、一桁台が寺下117、川崎115という形に切り替わりました。うわ、そしてですね、小泉がストライクで終わってますので、はい、ストライクが来たらですね、ね、一気に1位にうわ、はい、飛び出してきますよ。ですよね。はい、少しでも打っておきたいですよ ね、 すね、早くに投げ切ってしまう A グループの選手としては、はい、気持ちを入れ替えて外からいった、入った、うわ、ついてないですね。9番ピン17、寺下とこれはまず問題ないでしょう。はい、いや、接戦になりました。川崎としてはさっきの1本確実に取りに行かなかったこと、はい、1回戦 A グループは7フレまで終え、トップ寺下、しかし3位川崎までわずか2ピン差のデッドヒート。ゲームは第8フレーム。さあ寺下、ここで取っておけば大きい。寺下入った、取った、取りました。うわ、ここで取った。今度は川崎の方にプレッシャーがかかる。さあ川崎、さっき下がります。2ピン差だったものが5ピン差か、はい、ただここで寺下がストライクを持ってきてます。一番有利ですよ ね、 そ、 うですね。そして2位は小泉なんで、ここで寺下がストライクを持ってくるとまだリードを保ちます。しかも小泉川崎に対して10ピン以上のオーバーになってきますからね、差が広がってきますからね。そうなんですね、はい、照らした、入った、素晴らしい、入りました。うわ、大事な大事な、ここでまた持ってきた。最後のシリーズチャンピオン投げたい、はい、はい、そこね、トップの1位である川崎が現在ランキング、この模様を変えてますね。もしこれスプリットになりますと一気に順位も変わってきます。うわー、よく取り、寺下はさらにストライクを持ってきて突き放そうという体勢に入ってます、ね、はい、さあ大詰め、テンフレ頑張れ、どうだ、けけけけけ、来た来た来た、素晴らしいです。3つ目きました。さあこれでトップ抜けの戦いは、うん、現在わずかに12ピンのリード有利ではありますが、はい、小泉がもう1個持ってきたらですね、寺下もまだ分かっ、取った取った、これで215まで見えてきました。そうなんです。仮に寺下8本を次投げた時に出した場合ですよね、そうするとやはり200、
115になる可能性がなってきますからね。そうなんですよね。ここは気をつけなきゃいけない。うわ、本当に1ピン1ピンの戦い。ストライクが来ればまず危ない。8本9本、右は倒れた。9本ですよ。これで196、この後スペアすれば216ですよね。小泉ストライク持ってくると215ですから、寺下次スペアだけ求められてるだけになりますね。今の1本倒れたのが大きかったですね。プレーオフかどうかも瀬戸際でした。本当です。そう、寺下の方はもう215ですので、はい、1位抜けは決定です。はい、したがってこのシリーズ第1戦を取った寺下がまず準決勝進出は決めました。はい、そしてその後カウントダウンが効いてますよね。さあ、手堅くいった終盤の寺下、準決勝進出を決めています。寺下が2大会連続の準決勝進出。スコア214の小泉がワイルドカード候補となった。この結果、現在トップの川崎は18ポイントで今大会終了。寺下は2位にランクアップした。大混戦の上位争い、果たしてセーフレ1投目必ず来ないと負けるなと、この1投がでかいなと思ってストライクで決めたいなと思って投げました。準決勝突入の P リーグ来日シーズン第2戦、第1試合を戦うのは3大会連続の初戦突破、岩宮綾乃。対するは小泉夏実とキム・スルギ。波乱含みの今大会、またもレーンに嵐が吹き荒れる。3大会を1シーズンとし、そのシーズンの成績上位3名でチャンピオン決定戦を行い、シーズン女王が決まります。上位3名を決めるのはポイントシステム。各大会の1回戦、準決勝、決勝戦で順位に応じてポイントが与えられます。そしてシーズン女王に贈られるのは賞金100万円。ランキングトップの山田は11ポイントながらすでに今シーズン終了。激戦の予感漂うポイント争いはこの後どう変動するのか。今大会も18名のトーナメント戦、1回戦は6つのグループを各3名で戦い、トップが勝ち上がり、最下位の選手は次回出場停止となります。続く準決勝も3名で戦い、トップが勝ち上がり、そして準決勝で2位になった2名のうちスコアの高い選手が敗者復活、そのワールドカードの選手を含めた3名で決勝を争います。各大会の優勝賞金は30万円、そしてパーフェクトを出した選手には賞金300万円が贈られます。1回戦6試合を終了し、岩見、小泉、キムスルギ、大島、鈴木亜希、小林芳美が勝ち上がり、そして準決勝第1試合、戦うのはこの3名。ファイティングケガキムスルギ。今大会1回戦、ベテランの酒井と姫路を下し初戦突破を果たしたキムスルギ。저번에제가유니폼을착용했을때290점을기록했거든요。그래서이번에도제유니폼을입고아무래도그290점의마음으로열심히하고자유니폼을착용해봤습니다。 P リーグ歴代最高スコアの290、そして11連続ストライクと2つの記録を更新した時もオリジナルユニフォームを着ていたという。今回は桜がポイントのユニフォームで決勝進出を狙う。あ、で、決勝까지올라가서여러분앞에서꼭고승하는모습보여드리겠습니다。やればできる。片破りなバックアッパー岩見綾乃。岩見の勢いが止まらない。今大会1回戦、
うまい。今まで決めたことのなかったスプリットメイクを2度も決め、3大会連続の初戦突破を果たした岩野。目標は2回目の決勝進出。そして100万円ね、またチャンスちょっと近づいたんで、欲しいものいっぱいあるんで、よし、ポイント稼ぎたいです。狙うは大きくシーズンチャンピオン、逆襲のベイビーフェイス小泉夏実。川崎に会場を移してからおよそ2年半で優勝3回にシーズンチャンピオン獲得と川崎の女王とまで言われた小泉。しかしここ4大会は6ショット落ちと1回戦敗退。1本でも多く倒さなきゃっていうのが気持ちにどうしても出てしまって、はい、力んでるのが自分でもよくわかります。その反省を生かし今回は小泉らしいノーミスの手堅いゲームで4大会ぶりの初戦突破を果たした。攻めの気持ちを忘れないでいきたいと思います。強い小泉が帰ってくるのか。71戦は準決勝を迎えました。放送席矢野金太プロです。矢野さん、はい、1回戦岩見205ピン、はい、小泉208ピン、はい、キム212ピン、はい、いかがです。この3選手ともオープンフレームなしなんですよね。ああそうでしたかね、はい、岩見と小泉が1回のダブを生かして200アップで、キム・スルギだけがターキーが1回あって212ということで、すごくしっかりとしたゲームメイクをしながら勝ちにつなげた戦いでしたね。なるほど。さあ準決勝、小泉夏実からスタート。うおっと、ゴロゴロゴロっと倒れました。ストライクスタート。あの練習を拝見してますと、はい、オイルの伸びキャリーダウンなんですけれどもね、あれですかね、はい、なかなかね掴んでませんでした。皆さん、あの練習ボールの内容はね、3選手とも非常にいい練習をしていたなというふうには思いました。さあ岩見はうわーっ、どうですか、はい、最初のキム・スルギがなかなかこうポケットつけなかったんですけど、そうでしたね、ボール変えながら途中からね、はい、ずっとポケットはついていて、はい、あとは10本どうやって飛ばそうかなというのをね、探りながらこう練習してましたね。あのキム・スルギを見てますと全部あの裏ブルックリン行ってまして、あれどういうことなんだろうなと心配しましたが、これはいった。ちゃんと調整してますね、はい、本当に内容のいい練習だったと思います。まあ、いい試合が期待できるとは思うんですけれども、はい、そうは言ってもね、この10本飛ばなくなったら、はい、なかなかビッグゲームが出ないそうでしょうね、という傾向がありますので、はい、あーとこれは10番残った。いやいや、1回戦ではスプリット難しいのを2つ見事にカバーした岩見綾乃、はい、わーこれもいった、はい、岩見はあの左側のレーンと右側のレーンとボールを変えて、はい、来ましたね。緑のが右側のレーン、右なんですよね、はいはいはい、そのあたりも練習ボールでしっかりと自分の中でこう決めていたんじゃないでしょうかね。あさあ、はい、分かりました。韓国で高校を卒業したら何としてもプロということでプロテストを受けて韓国第2期生です。うんうん、あらあら、あれあれ、こんなことが珍しいですね。完全にボールを、ね、はい、落としてしまいましたね。ホールサイズの調整は十分にしていたと思うんですけれども、でしょうね、はい、うわ大きなミスが出ました、うん、前のボールストライクですから、なんとかここでスペアを、あーと、これはちょっと痛いですね。痛いですね。完全に親指が滑ってボールを落としてしまいましたから、2投目は落とさないようにということでこう意識しすぎて自分の投球が本来の投球ができてませんでしたからね、まあ、これ後半に向けて調整できるかどうかですよ ね。さあ
ストライクスペア小泉ビーター、小さくガッツポーズが出ました。さあそれにしてもこの左側このボール、はい、そうですね。いやー今見のですねこのレーンコントロールが見事ですね。さあターキーが来ました。もうほとんど例えば7番10番残ってもミスというのは岩見なくなりましたもんね。減りましたね、はい。さあどうですか。あ、来ました。この後も行き詰まる接戦が続く。うわー、岩見、小泉、キムの対戦となった準決勝第1試合はターキースタートの岩見がトップ。ゲームは第4フレームへ。さあ4フレに入って、うわー、どうし、一時本当に強い小泉夏実、ここの川崎では打倒小泉という各選手がね、そうですね勢いありましたよね、あの時ね。さあこれはどうだ、まあ入った、すごいコースが来ました。いやこれは強い。その小泉がなかなかしばらく勝てませんで、そろそろなんとか反撃ですという、ここは残って、これで左のレーンはスペア2つ。そうですね、まあ、後半に強い小泉ですから、なるほど、はい、右側のレーンを、ね、ストライク来てますから、はいはい、左側のレーンはいかにアジャストするかというところがポイントになりますね、はい。さあキムスルギ、今日の衣装は自分でデザインして作りました、桜の花模様です。さあどうか、取り返したい、あー持ってきた、キムスルギ来ました、ダブル。キムスルギも第69戦の決勝戦でね、はい、ドーピン、はい、岩見と、そしてワンショットで、はい、まあ、優勝を逃してしまったというところが、はい、なんとなくこう岩見に対してこう苦手意識というかね何か意識するものあるんじゃないかななんていうのは感じますね。さあ右は、右は取ってますが、わー、おーっと残った。さあ4つ来て、4つ来て、5つ目ちょっと落としたか、あ、今ちょっと力が入ってやっぱり落としてしまいましたねそうですか、はい、自分の本来のリリースはできませんでした、でしょうね、はい、あ、はい、これはバックアップでいくんでしょうね、はい、今度だ。
からフックに変えて取りに行きます。さあキムスルギ、その桜の花の模様、実は韓国と桜の色がちょっと違うんですというふうに言います。これは日本の桜のカラーですと。追い上げるキムスルギが、あー投資、これがスペアボール。はい、この後ゲームは大激戦。準決勝第1試合は5フレまでを終え、ホースを決めた岩見が依然トップ。それを3マス差で小泉とキムが追う展開で、ゲームは第6フレーム。さあここからです。誰が、小泉がまず来た。小川さん、はい、小泉なんですが、はい、準決勝はいかに大事なところでストライクが出せるか、うん、これがポイントになるんじゃないでしょうかと話しています。そうでしょうね。今のところは岩見のストライクの数が、これはどうかな。よいしょ、残った。そのおっしゃるように矢野さん、後半の小泉、そうですね、したがって岩見もですね、はい、今のうちに取っておきたいですよね。そうなんですよね。あの話せるだけ話しておきたいというような気持ちだったと思いますよ。でしょうね。左37番でキムスルギ、遠い地帯がなかなか来ない。うーん、おーいしょ、あらバックアップできました。はい、さあここで小泉がダブルのチャンスです、はい、してまして、はい、それでもまだ、はい、ただストライクを重ねるとね、岩見に対してプレッシャーを与えることができますから、そうですよね、はい、何としても出したいところです。そろそろ来るのか、ダブルで来るか、うわー、ここぞという時に来ました、小泉。さあここで岩見の、岩見は、あれ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 、ちょっと心配ですが、まあ焦らないことですよね。あ、そうですよね、はい、あのワイルドカードのスコアでも220あると、はいはい、まあ、今日のところから言ったら十分チャンスありますからね。そうなんですよね、ワイルドカードがね。はい、ここでキムスルギがボールを変えてきましたね。変えてきました。さあそろそろ行きたい、いた、行きたい、いた。キムスルギ、もうここで勝負をかけるしかないと言ったと、ね、ところだったんでしょうね。はい、この後ゲームは最後にドラマが待ち受ける。準決勝第1試合は7フレまで終え、依然岩見がトップ。それを2マーク差で小泉、さらにキムが追う展開で終盤第8フレーム。さあここでね、もう一つ来るとターキーになります、ね、そうですね。そうすると岩見へのプレッシャーがさらに強まります。あの E グループでね、浅田がやっぱり最後こうプレッシャーからおかしくなってきたっていうのありましたからね。うわーうわー、小泉堂々のターキー。ちょっと苦笑いを漏らした岩見、対戦では大接戦を切り抜けてきた岩見が、これはどうだ、あっと、うわ、流れが完全に変わりましたね。そうですね、なんか小泉の勢いが出てきましたね、はい、前回のシーズンチャンピオン戦第2位というキムスルギが、これは大きい、これは大きい。どうか、はい、フックボール、フックボール、フックボール、来ない。今迷いましたね、一瞬ね、アプローチ助走の時に少し、あのいつものタイミングじゃなく遅くなっちゃったんですね。あの、まあ、GBU を出してからね、初のセブンピンミスですね。うわ、
それもやっぱり小泉のこのストライクでターキーでね、はいはい、ちょっと精神的に追い込まれたというプレッシャーを感じてしまったというところなんでしょうね。さあまだ走るのか、うわーっと、ちょっとお話し合った GB を、逆バックアップで GBU ネーミングセンスがすごいなと思ってね、それを岩見プロに褒めたら名付け親は川崎ウィップだそうです。え、川崎選手が、はい、あらあらあら、あーっと、おやおや、どうした岩見。そうですか、さあこれは10番を取ります。まあ、これきちんと取ってくれるとは思うんですけれども、はい、だんだん今度はね、はい、キムスルギとの戦いというのもね、そうなんですよね、はい、ここでキムスルギがもう一つ持ってくると、はい、かなり際どい戦いになるというところになりますよね。ターキーくればそうなんです、追いつきます、はい、はい、さあどうか、うわー残った、さあこれは取りました、小泉岩見はピンサーですよね。そして共に9フレはスペア、今キムスルギもスペア、さあ勝負の10フレ1投目、まず行くのは小泉夏実、大事なところの1投に強い小泉が、うわーと残った、残ったでしょう、はい、とするとですね、ピン差ですから、もう岩見がもし見つけたら当然逆転ですよ ね、はい、そうですね。さあその1投目、岩見バックアップボールは、ああ決まんだよ、うわこれで220台まで持っていくのか。そうなるとこれ小泉は210台ですもんね、はい、これをまず取って、そういうことはここで岩見が、はい、ストライクを持ってくればですね、はい、岩見の勝ち上がりが決まるというところです。そうですね、ただ来ないと下の一桁は来た来た来た、うわー強い点プレー2つ来て、うわーこれでまた逆転、小泉が岩見を逆転し、そして終盤に今度はまた、うん、これで決めました、ぐわーっとこれで結局小泉が216ですもんね、はい、ただこれワイルドカードのスコアとしては大変面白いスコアです ですね、はい、かなりいいぜ、さ最後いやいや、岩見がまた終盤に見事な投球を見せて220台まで持ってきました、はい、いやー強い。さあこれからテンフレキムスルギですが、矢野さん、はい、岩見の見せた強さの秘密どういうことですか。そうですね、まあ、やっぱり1勝したことでこう精神的にも、うん、余裕が出てきたというか、落ち着いてプレーできるようになってきましたよね。あ、まあ、今日はね、小泉のおかげでこう追い込まれるというね経験もできましたけれども、そうですよね、まあ、それでも最後ね、10フレームでダブルを決めてこう勝てたというのはね、また一つ大きな自信になったんじゃないでしょうか。はい、現在ですね、山田が11ポイントですが、この山田がもう消えてしまいましてね、はい、岩見が6ポイントの、これで優勝すれば、そうですね、準決勝をまず勝って14までいきますもんね。そうですね、岩見決勝進出。さあ小泉のワイルドカードはどうでしょう。岩見が2大会ぶりの決勝進出、
スコア216の小泉がワイルドカード候補となった。ポイントを9に伸ばした岩見が3位にランクアップ。4ポイントの小泉は第2試合の結果待ち。キムは最終戦に望みをかける。글쎄カットル해가지고순식간에벌어져가지고요좀네저도좀예상하지못한카터여서좀당황했던것같아요네네아무래도아쉽지만뭐이것도하나의저의실수이기때문에다음을또대비해서똑같은실수반복하지않도록네잘대비해서오겠습니다오기니쩌이마시아네볼을난큐가割れたくない気持ちと勝負したい気持ちとでちょっと多分そのカットの中で中途半端な投球になってしまったのが原因ですね。 GBU ミスっちゃって結構ショックだったんですけどここまで来たらやっぱりレンコンもすごい好きなレンコンなので優勝したいです。 Tリーガーの様々な魅力を徹底リサーチ。上徳里萌の Tリーガーファイル。今回のテーマは2017年を一文字で表すとです。話してくれるのは川崎ゆいプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふんわりとした雰囲気とは、あんまり結果が出なくてちょっと苦しんでしまった年なんですけれども、はい、友達がすごい頑張ってましたので、はい、すごい刺激になる1年でした。なるほど。そんな2017年を一文字で表してもらいました。はい、できました。友です。友達みんなすごい今年頑張ってましたので、はい、私も頑張らなければなと鼓舞していただきましたので、はい、友という感じにしました。なるほど、素敵ですね。2018年はどういった年にしたいですか？はい、2017年は友達が頑張っていましたので、2018年は一皮むけて私が頑張りたいと思います。2018年は川崎ゆい頑張ります。